シンドットのド S チャンネル。どうも、たつんでーす。今日は皆さんにね、紹介したいものがありまして、動画を回しました。それがこちらです。でっかいモニターだと思うじゃないですか。こちらでもすごいんですよ。もう画面は Windows のパソコンみたいな感じなんですけども、実はすごい機能がありまして、それをですね、シンドットさんに見せびらかしたいなと思いまして、今から呼び行きたいと思います。では一旦カットします。はい、次のカットに行きました。では今からシンドットさん呼びたいと思います。いや、いましたね。シンさん、今からちょっと見せたいものがありまして。見せたいの？はい。いいよ、全然。いいですか？ちょっと本当にこれすごいんで。え？そっち行けばいい？はい、こっちまでお願いします。何を見せたいの？それはですね、こちらです。何これ？巨大パソコン。まあ、ただの巨大なパソコンだと思うじゃないですか。なんかデスクトップが映ってる感じだね。そうですね、この Windows の画面が映ってますね。ただこれ違うんですよ。何が？メインの機能がですね、ホワイトボードなんですよ。ホワイトボードか。はい。書ける？書けます。おお、ホワイトボードよ。ホワイトボードですよ。こういう感じで書くこともできますし、指で書くこともできちゃいますよ。へえ、めっちゃサウスポーサウスポーは今関係ないじゃないですか。まあこんな感じで書けるんですよね。すごいね、なんかスムーズだね、結構。そうですね。こちらがですね、ハーウェイという中国のメーカーあるじゃないですか。ハーウェイさんの、すげえハーウェイ、はい、インタラクティブオンラインホワイトボードですね。へえ。ただまあ書くだけじゃないですよ。これ保存ができちゃうんですよ。保存ができるの？はい。まあそのさ、この普通に書くのは機能的にはさ、普通に iPad とかでタッチペンでさ、はい、普通にみんな書いてるじゃん。ええ。だからそれと同じような感じなのかなって感じるんだけど、このサイズでこんな感じでできるのはさ、見たことないね。そうですね、もう iPad の何個分やという話なんですね。だってこれセミナー中とかさ、はい、ミーティング中とか、会議とかさ、はい、普通に便利じゃん。そうですね、もうこんだけでかかったらもうその会議とかでも全然使えますね。へえ。で、保存って何？これを保存できるの？そうですね、こちら、まあ一番使うと思うのがこの QR コードを、まあ、こう出して、まあこうカメラでこう読み取ればもう各自保存ができちゃうんですよね。何？ここに書いたやつを、はい、QR でそのままデータ化できるってこと？そうですね。めっちゃ便利よ。便利ですよ。通常さ、その普通にあの議事録取ったりとかさ、はい、消しますよって言った時に、あ、ちょっと待ってくださいとかってさ、あのホワイトボード自体が写メで撮ったりするよ。はい。でこれがあったらもういらない、一発でできちゃいますよ。QR の他にも、まあ、この後ろに USB を挿してホワイトボードできちゃう。 PDF としてエクスポートってあるじゃん。 PDF もできるんだ、はい、PDF もできますね。その、まあ、USB 挿して PDF として保存っていうこともできちゃう。すごいね、今時。まあそのありそうでなかった感じだね、うん、まあ普通に iPad だったらあるんだろうけど、まあ、このデータサイズでね、はい、ありそうだったんですけど、ようやく出た最新のホワイトボードですね。へえ、まあ、こういう感じで全て消去して、これ一瞬で消せるんだね。これは便利だ。だって黒板消しとか消したりあのホワイトボードとかもさ、はい、消してたらめっちゃ消えにくかったりするじゃん、一発で消えるのがいいね。そうですね、時間かかりますもんね。他の機能として、まあ、ズームも使えちゃうんですよね。ズームはできるの、これで？そうですね、まあ、ズームをこういう感じで、まあ、普通のパソコンとかにもあると思うんですけども、この画面が出て、声とか前の声は聞こえるようになるんですけども、後ろのこう、こっち側の声が聞こえないっていう感じで、もああ、なるほどね。でも後ろを回ることになるんだ、基本的に。そうですね。そこカメラもあるじゃん。はい。じゃあ、例えばさ、こっから全部映して、ズームができる。そうです。
そしたらあるじゃん、こっち側になんか5人ぐらいいて、うん、向こう側になんか1人とかいて、うん、向こうの1人とこっちの5人で中継で会話できるじゃん。会話できちゃうんですよ。テレビじゃん。テレビです。このデカさだからこそできちゃうんですよね。そうだね。普通に iPad とかだったらもうね、見れても2、3人ギュッて感じだもんね、うん、世代のホワイトボードって感じです。そうです。これこそが最新の今の時代のホワイトボードですよ。まあ、便利だね、はい、要するにここにパソコンが入ってるって捉えたらいいのかな。まあそんな感じですね。パソコンに加えてそのホワイトボード機能もあるという。そうだね。もう形はホワイトボードだもんね。普通に足があって、うん、ローラーもついてるもんね普通に。そうですね。もう動かしてるんですよ。そうだね。普通さ、ホワイトボードってさ、はい、インクが切れたりするじゃん、うん、色とかもさ黒しかねえとかさ、はい、あるよね。はい、なんかこう色とかもさ、いろいろ変えれるんでしょ。そうです。黒とか赤とか、うん、インク気にしなくていいじゃん。気にしなくていいんです。いつもインクがなくても、なんかもう無理やりさ、書いてるから、うん、なんかそこはすごくいいなと思います。そうですね。その手間もコストもかかわずに済むんですよ。 iPad とかだったらさ、普通に変な丸書いたら綺麗な丸になったり、はい、なんかするじゃん、はい、綺麗にも表示されたり、タイピングもできたりもしそうだよね。なんかこう、そうですね。ちょっとそれはまだ試したことはないですけど。あ、でも赤とかあるじゃん、紫とか。それ赤ペンになるってことでしょ。赤ペンですね。こうやって書いてみる。これで、まあ例えば、ここにしたら、ここです。ちゃんとすごいね。で、丸と覚えたら綺麗になる。なんだね、こういうドラッグ。あ、すげえ、これ動かせるじゃん。おー、へえ、そんな機能があったんですね。へえ、共同編集。共同編集。あ、なんか向こう側の人と共同で編集してできるんだね。また、まだまだそんな機能があるんですね。ちょっとよくわからんけど、いろいろできそうだね、うん、すごいじゃん。これは使いますよ。そうだね、すごいじゃん。まあ今度会議とかするときとかにこういうの使ってやっていくといいかもね、はい、チャンネル盛り上げていくために企画とかも立てないといけないでしょ、はい、これでブレストしたり、向こう側にいる人とズームで話したりとかしてね、うん、この企画でどうですかってちょっとありかもしれないです。かっこいいですね。いいね。よし、素晴らしい。皆さんもぜひこのホワイトボードを買ってください。じゃあ俺はもう行くよ。ありがとうございました。ありがとう。まあでも本当なんかすごい便利だなと思いました。じゃあお疲れ。お疲れ様です。ではこれで終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあ。しんさんも驚いてたなぁ。そういやなんか真四角を描けるようにできないのかって言ってましたけど、できるのかな、これとかだった。できないか。できないな。これはどうか。おっ、んおっ、おお、できました。あ、これはできないのか。なるほど、こういう感じにできるみたいですね。実はこんな新機能があったんですね。まあ、ぜひ皆さんも買ってみてください。まあ、バージョンとかはそういうのも、まあ、いろいろありまして、まあ、値段はもう、まあ、ピンからキーまであるんですけども、大体、まあ、大体100万ぐらいするんですけどね。
りの人生を好きに生きろ、自由を愛して自在に羽ばたいて、お前なら絶対に